い、はい、というわけで、はい、新大久保の方に来ましたけども、はい、さあここでは何をしますか。珍しいっすね、そうっすね、MKTチャンネルがこの新大久保に降り立つという、まあ、今回の動画はミッキーさん発案ということで、はい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 、何をしていこうかと。あんま来たことないんですよ。まあ新大久保を街ぶらしてみようみたいな感じですね。そう、はい、すごい安くない、ランチ。確かにランチ安いですね。鉄板ですね、うん。まあ、なんか気になるお店があったら入ってもいいですか。歩きしながら、はい、すごい、あそこスイーツのお店がある。オール450円。本当だ。でその隣が999円の食べ放題。え、こういうとこ入ったことあります？ UFO みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、これが流行った時に一回食べたいよねってなって一回だけ食べたことがありますか。辛そう。あ、辛そうですね。めちゃめちゃタッカルビとかで有名だし。そうですね。結構量ってあるんですよね。いや、韓国料理系は結構量ありますよ。あります。食べきれないぐらい。マジか。結構食べて後悔するみたいな。ここ有名ですよね。ここで、あ、めっちゃ行列。ハットグ、うん、行列になってますけど。行列ですね。これも食べてチーズが伸びるのが映えるっていう、ね。なるほどね。はいはいはい。まあ、こういうアイドルグッズがいっぱい売ってるわけですよ。売ってるね、本当に。ここまでね、じっくり見たことなかったの。あ、まあ、そうですよね。もう創業するね、5年ぐらいになるけど、初めてほぼ来てます。あ、まあ、やっぱこういうところに来るのは。韓国好きな女性の方が多いですね。コスメだったりね、はい、アイドルファンの方が来るイメージがすごいありますけど ね、ここでね、はいはい、めちゃめちゃあれですね、人いますね。そうですね。結構奥までありますねこんなにバリエーション豊富だとは思わなかったです。確かに全然でも韓国料理そんな詳しくなくて、うんうん、何がってとこあるんですけど、ランチは安いですね。そう、ここは、はい、韓国のこういうお菓子だったりとか食品とか、そういうのが、すごい、もう直輸入みたいな、そう、買えるんですよ。すごい。あ、ここチーズのやつ、はい、食べ歩きグルメって書いてあります。モッツァレラチーズ。あ、ここはね、めっちゃ溜まってる。うん、有名な。あ、すごい、10円パン500円。キャンドゥがある、日本の実が。ここのキャンドゥは、うん、たまに行ってましたね。マジですか。はい、すごいな。なんかここまで歩いて、はい、うん、来たついでにじゃあ100均寄って帰ろっかみたいな流れでよく来てましたね、ここ。やはり節約という結構ありますね。そうですね。でもこっちキャンドゥあたり過ぎてくると、はい、ちょっとずつ雰囲気が変わってきて、いつの間にかあれ韓国的な感じどこ行ったのみたいな感じになるんですよ。マジですか。はい、ほぼ竹下通りだね。結構あるね、店。あ、なんかあるある、ハットグ。いろんな店ありますね、うん、やっぱでもコスメが多い感じがしますよね。多いですね、うん、ジェーンパンどこでもあります。そうですね、結構もう 2,3 軒見ましたよね。見えた、見た、見た進出しましたね、いろいろですね。あ、400円でハットギトッポギある。え、ここ買えるくない？買います。来ました。はい、じゃあせっかくなんでどうしようかな。ミッキーさんが気になるやつ買いましょう。ナンバーワンって書いてあるんで、ナンバーワンにします。え、多分それ定番なんじゃないですか。そうしましょうか。はい、
カメハットなんで。あ、ポテト好きなのかポテト好きじゃないのか。なるほど。こっちにしましょうね。はい。はい。どれぐらいかければいいんだろう。まあ、ご自身の好みで。好みで。はい。あ、結構出がいいっすね。うん、マスタード。これなんだろうこれ。砂糖です。砂糖入れる人いるの？砂糖つけると美味しいらしいですよ。へー。初めて買いました。これで450円。はい。まあでも、え、ボリュームある？ボリュームあるし、腹持ち良さそうなんで、安い気がしますね。うん、ちょっとこれを見ると。この辺食べます？はい、食べましょう。めっちゃでかい。すごいな。はい、おー、重量すごいんですよ、うん。重そうですもんね。ほこほこ。微妙に伸びてる。あ、うまっ。おいしい。外のフライドポテトがめっちゃサクサクしてて、はいはい、これポテトなんだ。うん、ポテト。あ、へえ。これがないとちょっと下がるというか、普通の50円分安くなる。ああ、なるほどなるほどなるほど。あ、そういうことなんだね、うん、そうで、中がこれ一応ナンバーワンなんだけど、はいはい、なんかチーズ入ってる。あ、トロトロの。うまっ。これが映えるってやつですね。うん、うん、どうした？うん、いちいち流行りました。流行りましたね。もう揚げたてですもんね、うんうん、今揚げてましたもんね。めっちゃ美味しい。お、よかった。これ美味しいですね。美味しいです。人気なだけありますか？うん、あります。お、これ450円でいいのかってぐらい。あ、なるほどね、うん、安いと思います。うん、うん、めっちゃ伸びますね。いい伸びのチーズ使ってるんでしょうね、うん、そうですね。結構ボリュームもあって腹持ちは良さそうなんで、うん、どうでした？初新大久保。いやー、いいっすね。人多かったっすけど、休日はもっと多いかな。そうね、うん、きっとそうだよね。うん、めっちゃ多いと思う。今でもすごい女性の方々がたくさん来てるので、うん、ね、韓国コスメなり、うん、ね、アイドルファンなのかな。さっきもいましたよね、うん、なんか地下韓国アイドルユニットみたいな、うんうん、見ました見ました。ビラクラビラクビラクバリしてましたけど、まあでもみんなイケメンでかっこよかったんで。そうだね、うん、ちょっと元気なかったけど。それは言っちゃダメなんですよ。夏バテかな。うん、もう暑いんで今日、うん、かもしれないですね、うんうん、はい、そんな感じで皆さんもぜひ食べてみてください。はい、がっつり食べて、はい、次の撮影に向かいましょう。そうですね、はい、終わります。ありがとうございます。